平野紫仕様の意外な一面、三宅健が明かす飛べファミリー食事会の裏側とソロデビューの舞台裏。こんにちは、読者の皆さん。今回は元ジャニーズタレントたちが所属する株式会社飛べ、飛びの注目の情報をお届けします。先日、三宅健が自身の YouTube チャンネルで明かした、飛べファミリー食事会の様子に関して、驚きのエピソードが明らかになりました。 さらに、平野市用と三宅県のソロデビューに関する興味深い情報も浮かび上がっています。詳細を追ってご紹介します。戸辺の台頭とファミリー食次会の舞台裏、元ジャニーズ事務所副社長滝沢秀明氏が設立した株式会社戸辺は、元ジャニーズタレントたちが次々と合流し、その勢いはますます加速しています。 トベのメンバーとしては、V6 の元メンバーである三宅健やキングプリンスへの元メンバーである平野市を、神宮寺ゆ太、イムップのメンバーらが名を連ねています。先日、トベメンバーたちが初めて共に食事したことが明らかになり、SNS 上で話題となりました。三宅健は自身の X、旧ツイッター、アカウントでその情報をファンに披露し、 ファンからは期待と興奮の声が寄せられました。そして、三宅は自身の YouTube チャンネルでその詳細を語りました。驚きのエピソード、平野紫仕様の小麦粉アレルギー。三宅県によると、食事会では三宅県、神宮寺雄太、平野の仕様を中心にイムプエのメンバーらが円卓を囲んで楽しいひとときを過ごしたようです。 しかし、その中で驚くべきエピソードが明らかになりました。なんと平野市用は小麦粉アレルギーを持っているとのことです。三宅県は平野市用が小麦粉アレルギーを抱えていることを明かし、平野くんが小麦粉アレルギーがあるらしくて、だから食べれないのとかを全部新田くんにあげてた、と語りました。さらに、新くん、かなりもうほら、憧れてる平野からもらうご飯だから、 食べないわけにいかないじゃん。だから頑張って食べて、結構お腹パンパンだったんじゃないかなとファンに裏話を明かしました。この小麦粉アレルギーのエピソードに、平野の仕様のファンからは驚きと共感の声が上がりました。平野がグルテンフリーな生活を送っていると思っていたファンも多く、この新たな一面に関心が集まっています。ソロデビューへの期待と舞台裏、 一方で、ヒラの仕様についての興味深い情報も報じられています。8月24日発売の、女性セブンによると、ヒラの仕様はすでにその曲を完成させ、レコーディングも済んでいるとのことです。一方の三宅健もミュージックビデオの撮影が進行中であり、二人ともソロデビューが近いというコメントもあります。イムプエのデジタルシングル、クルージンのリリースや、 トベメンバーの活躍を受けて、平野紫耀と三宅県のソロデビューに対する期待が高まっています。特に、ジャニーズ事務所から離れる北山博光や元金プリ岸優歌といった面々の動向も注目されており、トベの未来がより一層注目を集めています。まとめ。 トベメンバーたちの食事会の舞台裏や平野市用の小麦粉アレルギーのエピソード、そしてソロデビューに関する情報。これらのエピソードを通じて、元ジャニーズタレントたちの新たな一面や挑戦が浮かび上がってきました。今後のトベの動向や平野市用、三宅県の活躍に、ますます注目が集まりそうです。ファンの皆さん、楽しみにしていてください。みな